はこんばんは、ゲーム電話でこれです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきましょう。本日は12位最下位の函館ペンタゴンです。 M2、 一昨年は M2 で、昨年も10位でした。弱いんだろうと思いきや、そうではない、ハートはすごい強い。他はC ばっかりだけど、ネブースと森尾のディフェンダー勢が S もあるんで、簡単に点は取れるかって言ったらそうではないかもしれないですね。クルミとエリカが疲れてる。ステラステラスタジアムで相手のホームで行います。と点を取ってしまいたいところ、あーもったいない、もっと丁寧に、決定力がまあ問題なんですよね。今回くるみがいませんからね。見よ、気をつけろ、危ない。おお、さつきがなんとかクリア。だがまだリュウナが取りましたね。これはナイス。どこに上がってるんだ、届くか、いいか、あー疲れを待つしかないですね。ハートはすごい強いんで、疲れがあるでしょうかね。行きしたいところ、エリカ、あーうまく邪魔されました。またエリカ入ってしまいます。エリカ大丈夫か。かなりピンチが何度も続きます。また縦パス、エリカ、無理な試合な感じがしますね。ここを逃がせません。丁寧に、うーん左に曲がった。攻撃がな、出てるけど、今度は危ないかも。おお外れました。こちらボールのスローインです。前半終了です。結構疲れてますね。これはち
遥かなところにたどり着いてないかもしれないですね。息使って光線をかけます。今度は左から右に攻めます。いきなりチャンスを作ったが、抜けてしまった。コーナーキックになります。さつき、勝ちが必須ですがね。なんか後手を踏まされています。危ない、コーナーキックか。危ない流れになってる。あー、取られてしまった。なんと、そうなの？流れがおかしい。まあ、最初からいい選手出さなかったっていうところが原因ですけどね。ミスばっかりなんだ。めちゃくちゃストレスをたまる展開ですね。ファンには申し訳ない試合をさせてしまっている。何度ピンチだったんで、いずれはこうなるのは目に見えてたところです。うわー、硬い。もう攻め合うと危ない危ない。早く1点返さないと。これ今年ラストマッチになるかも。おっと、これも取られてておかしくなかったぞ。地獄だなこの試合。こんなに地獄になるとは。ロングパスだ。おっと、ニルーストに邪魔をされました。ここもどうしようもありません。いや、完全に押されてますよこれ。サツキも相当疲れている。もう1回ぐらいしかチャンスないんじゃないのかな。疲れがね。お題なんだ。イエローカードですね、森尾。そしてチャンスを得ました。せめて1点取ってくれ。ペナルティーキック入った。なんとか土壇場で同点。盛り上がった。しかしこれキーパーに呼ばれてますからね。これでほぼ終わりでしょう。7個は決めました。ここで試合終了です。この勝てなかったのは痛いかも。1番は緑入れとけばよかったです。とにかく何度もうまくいかないんですよね。総力は足りないのか。これも危なかったしね。その直後ヘディングで抜けられてしまいます。まあ
なんとか PK で同点に追いついたものを負け、もう内容は完全に負け試合ですね。後半からどんどん攻められてしまいます。このペペンタウンのチャンス、ここも横に流れたら良かったものの、 PK を決めてくれました。ナナコ唯一いいシーンって言ってもいいんじゃないでしょうかね。そう、キーパー追われてましたからね。壮絶なシュート、シュートの数、これも9個いただきました。課題をゲットです。あ、とか言いつつ2位に上がってますね。いますよ、大阪負けましたね。これはこの辺は運が向いているかもしれない。2位には3チーム並んでますね。今10試合なんで、まあまだまだこれからです。大阪も引き分けが4ですね。得失点差で上回って2位に入っております。チョコとかすごい選手だな。キャピタル東京じゃないですか。もっとも次の週まで1週あります。この試合は練習試合せずここのスタイルをしたいと思います。さやがケアが好きということで、函館ペンタゴー戦ですね。ちょっとファンに見せる顔がないっていう試合でしたよね。次は首位のキャピタル東京、ここはですね、前半の天王山となる試合だと思います。勝ちたい。ゲーム動画でいこうでした。